りするんじゃないかと、あのメッセージを伝えるために、メグさんとかユカさんを使ってしまうっていうこと自体、構造自体が失礼に値するんじゃないかっていうふうに思ったし、それ以上にもともとの魅力この人あるっていう、ただそれだけを、感じたんです。だからもうパッとこう撮るときにはふわっと消えていきました。ただそこにいる人たちのもともと知っていた魅力を撮らせていただくっていうことが、まあ、できないかという願いで、撮り進めていき、まあ、今回チラシの裏面にはそうやって、上松死刑囚の言説に対広がっている言説に対してのアンサーであるっていうことを、結果的には、宣伝としても、伝えているんですけども、根底にあるものは人間だと、ただそこにいる人間だということの魅力みたいなものをちゃんと伝えるみたいなことをしたかった。